僕たちの生活に欠かせない水や電気。もしもこれらがなくなったとしたら、そんな世界を想像できるだろうか。暗闇の中で限られた物資を頼りに必死に生き延びることを考えるだろう。動揺すればするほど通常の判断力を失い、パニックに陥る人もいるかもしれない。今や僕たちにとって電気、ガス、水道はまさにライフライン。災害が起こるとこれらが一瞬で絶たれてしまう。そんな世界、自分とは関係ないと思ってないか。残念ながら、日本という地震大国に住んでいる以上、国民全員がいつ大地震の被害に遭ってもおかしくない。では、僕たちはどうやって対策をすればいいのか。過去を紐解いて学ぶしかない。東京のスタジオも揺れています。緊急地震速報が出ました。今なお激しく燃えていることがわかります。3.11、 今でも記憶に残っている。10年前、あの震災によって大きな津波の被害を受けた宮城県に向かった。10年が経った今でも、町の至る所に震災の爪痕が残されていた。そして僕は想像をはるかに超える光景を目の当たりにする。そこには町のすべてを飲み込んだ津波の爪痕が生々しく残されていた。3階だもんね。地上8メーターくらい、これってこの車がこのベランダを突き抜けてきたってことでしょ。どんだけ津波高かったんだろう。津波の被害はこの校舎の4階にまで及んでいた。流れてきた冷凍工場が校舎の壁をギリギリでかすめていったなんて想像できるだろうか。この場所にも僕たちと同じようにごく普通の日常があったのだ。10年前、津波の現場から奇跡的に生き延びた方に当時のお話を伺った。あと5分家に戻るのが遅かったなら3人とも流されていたかもしれない。もうそれこそ食べるものも飲むものも、で私たち2階に上がった時に靴を履かずに逃げたので靴も履いてなかったんですけど、でそのみんなでですね、そこにいた人たちみんなで、近くにあったスーパーや八百屋さんに食料を探しに行って、泥だらけになったもの、ガソリンとかをかぶったものとか、袋に入ったリンゴとか、
お餅とかあと自販機を壊して、自販機からそのやっぱり泥だらけになったお水とかを持って、でドラッグストアにあったフライパンなんかを持ってきて煮炊きして、ほぼほぼ4日間そんな感じで過ごしました。地震のあった日はもう一切の電気が消えましたので、もう暗闇、真っ暗闇の中でも襲い来る津波を何度もこう確かめながら窓の外を見ると、遠くに薄くオレンジ色の明かりが見えまして、なんで停電になってるはずなのにどうしてあんなに あそこは明るいのかなと思って、でよく考えたら、あ、もしかしてどっか大きな火事になってるんじゃないかなっていうふうに思ったんですけど、で後々そのあの時の状況とか位置関係とか考えますと、この小学校が燃えた明かりだったんじゃないかなと思っています。お話を聞いて、津波の恐ろしさとその後の生活がこんなにも苦しいものだと改めて感じた。では僕たちは来たる震災に備えて何ができるだろうか。いつ大きな災害が来るかわからないので、でやはり親しい人、その一緒に過ごしてきた家族や仲間と、もう5分後には会えなくなるかもしれないっていうことを身をもって経験したので、またいつかではないと、もうこれやりたい、あの人と会いたい、あなたとお話ししたいと思ったらもうすぐやろうっていうふうに、後回しにはしないっていうふうに思うようになりました。津波てんでんこですよね。もう来なかったらそれで OK なんです。いや来るはずないって言って来ちゃったらもうどうしようもないので、まずとりあえず逃げようって、であとは絶対に戻らないと思います。その第一波目で避難して無事だったのに、で地面が見えるまで波が引いたからちょっと家の様子見てくるとか、飼ってる犬が心配だから見てくるとか、お財布忘れたから取りに行ってこようとかで、戻っちゃったがために亡くなった人が大勢いるので、まず避難するのも大事、あとは絶対に戻んないでほしいっていうふうに思います。備蓄関係とかはありますし、あと、手回しのラジオ兼、懐中電灯とかっていうのも用意しましたし、あとはガソリンは半分を切らないようにいつもしてます。それから先日も大きな地震ありましたけど、まずうち水道が 3.11 の時に止まって苦労したので、この前の地震の時はもう夫婦して浴槽と鍋釜ともうポットとあらゆるものに水をためました、はい、もう絶対他人事と思わないでほしい。それからもう経験でこの前大丈夫だった、今まで大丈夫だったから大丈夫って思わないでほしい。やはりもう津波てんでんこで自分がまず助からないと家族やご近所、友人、知人を助けられない。だからまず津波てんでんこの意識でまずは逃げて、でも本当にこれ大丈夫となってからその確認しに行ってください、戻ってくださいっていうところですよね。首都直下地震、南海トラフ地震は今後30年以内に 80% の確率で起こると言われている。最悪の場合、死者数は32万人に上ると予想されている。過去の震災を忘れないことはあくまで前提であって、その上で今何ができるかを学んで行動していかなければ意味がない。
日本で生きるっていうことは地震とともに生きるっていうことです。災害が起こるとライフラインが止まってしまうことがあります。そうなった時に生きるために必要なのが水です。1人当たり1日3リットル、3日分で約9リットル、ペットボトルでもいいしウォーターサーバーでもいいです。これをどんなことが起こってもいいように複数箇所保管しておきましょう。知っていれば助かった命があります。ぜひ多くの人に届けるためにこの動画をシェアしてください。あなたのシェアで大切な人の命を守りましょう。